いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらのね、梅の木の剪定をしていきたいと思います。はい、私造園の知識全くありませんので、はいね、毎年適当にやってるというような感じです。はい、ではね、まず低い段ね、高いところはまあ脚立とか使って、はしごとか使ってやりますんで、はいね、下の段ちょっと適当に、やっていきましょうというところで、まずね、こちら剪定バサミね、今天気もね雨なんで、ちょっとねさささっとやっていきましょう。はい、まず電源入れますね。はい、こんな感じでね、ちょっとね手通していきたいんですが、ちょっとね、外したりつけたりいろいろあるんで、はいね、ではまずこういうところ、はいね、で持てるところは持ちながら、はいね、こんな感じで持っていって、普通の人はね下にポンと放り投げるんでしょうけども、まあ私の場合はもう持った手をそのまま離さないで、このままね、ここはいね、前回紹介したこのゴミ、ね、袋に、はい、入れちゃいますと、まあ、こんな感じでね細かくしながらね、下に落としてからやるのも、まあ、一つの方法なんでしょうけどもね、こんな感じで、はいね、まあ可能な限り細かいやつはね落としてもいいと思いますけども、太いやつに関してはそのままね、これどうでしょうかね、はいね、持った手を離さない、そして持ちきれなくなってきたら、ね、まあもうこの場でね、はい、細かくしていきましょうというところで、はいね、これがいつものやり方です。はいね、細かくすると袋に入れるときもね楽なんで、一回ねせっかく切ってしまってね、下に落としたやつを後で掃除するっていうのもいいんでしょうけどもね、こんな感じで細かくしてあげるとね、ゴミ袋に入れるのが楽よということですね。はい、ではねこの辺行きましょうか。はい、雨降ってるんでちょっとどこまでできるか分かりませんが、はいね、ちょっと細かいやつはもう、ただね根元で切らないで、ね、こうやって根元で切らないで、長いのはねこの辺ね途中でこう切ってあげるとね、作業というか後で片付ける時が、大きなのをねあれするよりかは少しずつこうね、ね、こうやって手で持つときは、手で持つときはね根元でやりますけども、下に落とす場合、まあ、細かいやつはね下に落とした方がいいと思うんで、はい、ね、こんな感じでとにかく長いままにしちゃうと袋に入れるのがね大変なんで、はいね、はい、こんな感じで、ね、どうでしょうかね、まあ、下の段ね、長いのもいろいろねありますけれども、じゃあこの辺はね細いやつなんで、まあ、細いのはこうねちょっとこのギリギリのところでね取っていきたいなと、はい、見えますかね、はい、うん、はい、はい、とにかくね危ないんで指だけ気をつけてね、でまあ細かいやつはちょっとね落としていってもいいんで、こうね、はいね、プロの造園屋さんから見たらね、なんだっていうことで、しっかり受けるかもしれませんがね、これで今まで何年もやってるんで、はい、ということでね、ちょっとね、移動しましょうか。はい、ね、こちらのね、ゴミ袋、重たいものをね、入れられないんで、まあ、これがそうですね、まあ、8分目ぐらいまでで入れたらもう、あまりね、それ以上乗せちゃいけないのかな、という感じで、はい、ね、こういうね細かいの
まあでもちょっとねこんな感じで、ね、まあこの辺になるとちょっとね作業しづらいんで下にパタパタ落としながら、はいね、よいしょっていうところで、これねこの辺も行きましょうか、ね、ちょっと手でつかめないところはね、でまあ下に落とすとね足元も悪くなりますから、はいね、ここまでやる必要はないんですけども、こちらね電動でねとっても、はいね、疲れ知らずということでね、バッテリーはね今ねポッケの中にもう一つありますということで、はい、こちらねこういう風にして切っていけば、はいね、この上に今度ね乗っかって作業ができるよというところで、はいね、よいしょ、これね危ないんでまずよいしょ、よいしょ、ドドドド、はいね、行きます、はいね、こんな感じで、まあこの上でね、もうあらかじめ後でね切らなくてもいいように、まあこういう風にね上に登った時はもうやむを得ないんですが、ね細かく切って下にね落としちゃおうということです、はい、で根元で切っちゃうと、はいね細かくするの大変なんで、もう先端なるべくね、はいねこういうところこうやって、はいやっていくといいのかなと、はいこんな感じでね、はいどうでしょうかね、でどん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 上の方に登っていきますよ、はい、ね、こんな感じで根元でやらないでなるべくね上の方で、はい、ね、ここはもうやむを得ないですからね、はいね、そしたらもうね、あと上で細かく、もう落ちちゃったやつはもうしょうがないです、ね、なるべく先端の方から切っていって、はいね、落ちないときはもうこう細かくしながら、はい、はいね、細かくしていくと下に落っこっていきますんでね、まあこういうところはもうやむを得ないんで、まあこのね根元でいっちゃいましょう。とにかく今いる場所で最適なね方法で、うん、はい、とにかく足場を確保して効率的なねやり方で、はい行きましょう。うん、はいね、とにかく細かく細かく、うん、はいね、落ちないやつはどん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 切っていけば必ず落ちますんでね、はいという形でこうね、どこで切るべきかね、どこを残すかっていうこと自体もよく分かりませんけどね、私はねこれね、もうここで切っていいのか分かりませんね、ちょっとねその辺もちょっと勉強する必要もねまあないでしょうとね、ちょっと持ち替えて疲れたらね左手で持って、とにかくね危ないんで木にね必ず
こうね、まあどちらか右手か左手かしっかり持ちながらね、はい、で少しずつ少しずつね、はい、ね、はい、ね、どん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 落としていきましょう。はい、ね、よいしょ、というところでね、まだまだ残ってますよね。またね、登らなくても同じ場所の同じ体勢でやらなくてもいい。はい、ね、うん、はいね、プロの造園屋さんから見たらね、どう思われるのかが分かりませんけど、よいしょ、はいね、ちょっともう反対側になったら見えないんで、ちょっとね、もうこれ以上このね、げんこつの状態をどう伸ばしていっていいのかがね、分かりませんということね。まあこういうところも切っちゃった方がいいのかね、ここも切った方がいいのかね、この辺はもうセンスなんでしょうね。はい、いう形でね、ここの足場乗っかってる部分、ここがね、はいはい、よいしょね、ということで、はいね、うん、まあはいね、こんな感じでちょっとね、今見ながらやっていこうかなと。結構ね、汗かきますよね。これ今空調服、今ね11月なんですけども、まだ空調服ちょっと今ね、今3段階の、いや4段階の今3にしてます。はい、結構汗かいてきましたよ。はい、はいね、1箇所だけでもなんか綺麗に仕上げたいですが、うん、はい、うん、ね、どうでしょうか。よし、はいね、あとは手でボロボロボロっとこう落としてあげてもいいのかなと。はいね、本当はやりたくてやってるわけじゃないんですがね、ちょっとあまり造園に関しては全然興味も何もないんですがね、やらなきゃいけないという、そういうところでやってる程度でね、ただ闇雲にこのね、青い青いというか、ここのね、新しく出た芽の部分だけね、まあカットしてるというようなところです。はい、よし、そしたらね、まず下降りましょうかね、ちょっと雨も強くなってきそうなんで、はい、よいしょ、ね、ちょうどこう足場がねできながら、ちょっと木がね成長しているというところでね、この辺もちょっとうまいことあれすると木登りがね、まあできるのかなと。はい、ではここにね、ちょうどこれ置く場所がねあります。はい、で落ちないように、よいしょ、はい、ということでね、まあこうね、袋の中に入ったやつから、うん、はい、毎年ね、毎年今まではね、そのまま落としたやつをね、ちょっと最後片付けるっていう感じだったんですが、それもねまた面倒なんで、もう切ったらその場でもう
袋に入れちゃうというようなね形にしましたね。これかさばりませんからね、袋に、はい、袋を入れるときもね、はい、こうやって持ってそれでね長いやつだけこう切ればいいだけですから、はいね、はいね、いう形でこれどうでしょう、ね、まだまだ、はい、いっぱい他にもね切らなきゃ、あっちも切らなきゃいけないということで、まあ、全部で、5、6本ありますということでね、一番大きいのはここなんですが、はい、ね、こんな感じで、はいね、これちょっと1本だけでちょっとあれなんですけども、こんな感じでね、ね、はい、このここまでねちょっと細かくしてやってます。はい、ではね、まだまだ、30分以上はかかると思いますが、ね、今日はちょっと雨なんでもうこれで終了としたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。